あ、わびとね。ね。ちゃ。YouTube チャンネルでの高木豊さんの挨拶から入りました。本日は、あれ映ったぴょんこ先生今。ぴょんこ先生映ったかな。まあいいでしょう。ぴょんこ先生の素顔が映ったところでいいんですよね、顔出しで。ダメね。今日はですね、あるものをもらいまして、それを料理して食べていこうかな、こんな風に思っております。今日いただいたのは何ですか。これアワビー、アワビー、アワビューをいただきましてですね、こういう感じですね、見えますか。はい、これをちょっと解凍したばっかりなんですが、どうします、バターソテー的な。いいね、バターソテーで食べたいと思います。それではまず下処理をやっていきたいと思います。ポッ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 。はい、まずはですね、ビールを飲んでいきます。うまっちー、うまっちーでやんの。はい、ではね、塩もみをしていきましょう。適当です。適当な量塩を入れましたら、このね、ぬめりを取っていきます。塩じゃない場合は片栗粉じゃないや、あ、片栗粉か、片栗粉でやる人もいるよね。まあどっちがいいかは知りませんけれども、私は塩派です。こんな感じですね。うわ、すごい、ほら汚れが、汚れがすごいよ、静香ちゃん。はい、めちゃくちゃ綺麗になったよ。でね、ここどうしようかな、切り込みを入れてちょっと味を染み込みやすくとか食べやすくとかしようかな。せっかくだからやろうか。てくれてててててん、つってくれてててててん、つってくれてててててつったつったとんてとんてとんてつとてつととんてつとてつととんて。お刺身完成。お刺身これぐらいをバターソテーにしたいと思うよ。これから料理するあるよ。いい、R3 数、数の力。まずこれぴょんこ先生に食べてもらうよ。はい、お刺身です。おはようございます。お刺身でー。じゃあ料理していきますよ。バター入れます。これぐらいかな、適当でええねや。結構バターインいたしました。これぐらいいきます。いやー、いいね、いいよ。供給食材って言っちゃったね、高級食材。バターが溶けてきましたら、ビーヤバを入れます。一回ね、バターを絡めまして。どう、刺身うまい、ええかったね。味の素何でも入れちゃう人です。で、胡椒ね、ちょっと胡椒を入れましょう。ちょっと胡椒を入れることで臭みがね飛びますよ。はい、じゃあもうこんな感じになりましたんで、かき出し醤油ね、ほら入れていきたいと思います。かき出し、ちょっと煮詰めるような感じですね。はい、これで OK でございます。お皿を頼もう。もはや高級料理でございます。出来上がり。できたよ。うん、いただきます。いただきましょう、高級なやつ。まずじゃあおたフィーミからいきます。
美味しかった？うん、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいそうです。ヤエス、すげえ、いい音、うまっ、うまいね、うん、え、すげえ、マジで、あの寿司屋で食べるやつと一緒じゃん。つまみに最高。うまい。それではこれも食べましょう、うん、バターソチバターソチいただきます。うん、うまい。ちょっと絶品、まばっ。柔らかすごない？これはすごいわ。むちゃくちゃうまい。なんでこんな柔らかくなるのね。熱するとめちゃくちゃ柔らかい。正月前にこんな豪華なものを食っちまったね。幸せ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 ですわ。ちょっと言葉が出ない感じですね。うますぎて、マジで。丼にしたら、うん、アワビ丼、アワビ丼、アワビ丼。アワビ丼ってないよね、でもね、うん、まあ本来そんなご飯にね合わせるようなもんではないけど。いただきます。うん、おっと、うめえ、うめえ、うん、この汁がいいね。うん、この汁ライス合うんじゃない？バター醤油アワビエキスバター醤油ご飯、うまっ。ちょっとやば。火入れ完璧だよ、これ。ちょっとレアぐらい。やわらっけ。これ買ったらいくらぐらいするんでしょうかね。かなりするよね。うん。まあ、いますんじゃない。先が進むぜ。うん、うん、リッチな気分になったわ。はい、というわけであまりも美味しすぎて全然喋らないというね感じになりましたけども、これはもうしょうがない、美味しすぎた、美味しすぎましたよね、うん、はい。というわけでこの動画をいつアップになってるか分かりませんけども、そろそろお正月だというのに、お正月ぐらい豪華な晩御飯でした。さよなら。
人が濃い目です濃い目です濃い目です、ものすごく大きい声を出せますよ。